あ、くしゃみが。おっぱい描くと見間違いました。ごめんなさい。おっぱいも描くかな、じゃあ。せっかくだったら。せっかくだったら、おっぱいも描いてもいいかもしれないし、悪いかも知れませんね。あ、お薬飲んでね。やば。食事前のお薬、食後に飲んだら怒られる。まあいっか。まあいっか。コン、When John Penton gets on the job best day, When John Penton can't stand up, hey.When you stand up and stand up, stand up, stay bell on the chunk and then bell to jump and the bay. 今俺は食べました。飲みました。お薬を飲ませていただきました。ありがたいことに。なので絵を描きます。湯崎かおるちゃん、ハングリーバンビー。おはよう。おはよう。おはよう。ハングリーバンビーのかおるちゃん描くよ。今日でイベント終わりじゃなかったかな、ハングリーバンビー。確か。やべえな、間に合わないな。急がないと間に合わんどすな。正解。正解。やった。嬉しいな。正解が出せるなんて、僕も成長したもんだぜ。オブラビ、オブラダ、ラポソー、ホー、ワイチャンダラパサンドゥ。いや、マジで急がねえと。マジで急がないと飽きまへん。間に合う気がしません。ドゥン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 。ハングリーバンビー、ハングリーバンビー、ハングリーバン、ハングリーバンバンビー。どうしようかな。あお、どうやって色塗りってどうしたら上手くなるのか教えてほしいんですけど。色塗りは上手くなりません、私。まず服のシワの成り立ちから学ばねばならぬのだろうな。こうなった時、服のシワはどうなりますか。腕のシワ、シャツで手を伸ばしている画像を探しに行こう。そんなものは存在するのだろうか、この世に。こんな画像は、この世にそんな画像は存在するのだろうか。存在しない可能性もある。ウォンバービー、ウォンバーバー、バープープー、うー、ワイ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 。もうなんかさ、いっぱい眠くてさ。
ぱい寝ちゃった。困っちゃうよね。でも仕方ないよね、人間だもの。いっぱい寝ちゃうのは仕方ない。欲してるってことがね、体が。それを無理やり起きて活動するっていうのは体に悪いから、体に申し訳ない気持ちになるから、ちゃんと俺はいっぱい寝るわけ。その分ね、それが生き物として一番正しいあり方なんじゃないかなって思うわけですよ。寝ることを悪としちゃいけない、いっぱい寝すぎをなんか悪いみたいな風に言う人がたくさんいるんです、この世には。でもね、違うの。いっぱい寝ることは人間として生き物として正しいあり方なの。だからいっぱい寝てもいいのよ。キャッ、いいのか、いっぱい寝てもいいのか。ということで、こんばんは。皆さんはいっぱい寝れてますか。俺の良くないところは、いっぱい寝てるのにもかかわらず眠いことだよね。ああ、すっきりしたっていう睡眠ではない。いっぱい寝てるからこそか。いっぱい寝てるからこそ、ああ、いい睡眠だったってならないのが唯一の欠点でございますな。それがなければね、僕たちもね、成長し続けることだってできるんですが、ずっと最近起きてる時間はね、ウマ娘ばっかりやってるんですけど、まあウマ娘で強い因子が出ませんね。強い因子が出るまで諦めたくないんですけど、全くと言っていいほど出ないので、そろそろちょっと苦しい強い因子してる人って本当にありえないぐらいやってるんだろうなっていう気はしますね。俺もそれぐらいやらないと、多分俺のやってる量はいっぱいやってると思ってもまだ全然足りないってですからね。とりあえず自力で強い因子、目的の因子が出るまではやり続けはしたいなとは思っているんでね、頑張ります。皆さんもぜひ一緒にやりましょう。あ、娘おすすめです。ポケモン厳選に近いよね、ウマ娘の因子厳選は。まあ、ポケモンの厳選も割と好きな方なので、個人的には。そうやって考えたら楽しいかなというふうに思っているでござんす。
まあでもいっぱいシワ描くと、描いたで。気持ち悪いな。説得力がね、なんでだ。こういう感じじゃないのか。しわって。バコ。どうも。ドゥーマくん、ドゥーマくん、ヘラヒレヘフマニドゥーマくん。ここを起点にこう。とか。無事。めっちゃむずくね。鋭角のって、しかしてだけど。どうしたらいいんですか？わかりません。千と千尋のわかりません。始まっちゃうぞ、千と千尋のわかりませんが。それでもいいんか？インカ帝国。困りましたね。インカ帝国ができちゃった。おしまいということで。インカ？インカ帝国だけにね。ギャハハハ。面白いジョークも炸裂したところで、インカ帝国に謝って。すいませんでした。インカ帝国様、いつもお世話になっております。すーす。
まあ、いっか。よくわからんくなってきたので、一旦まあ一家でお茶を濁させていただきますね。そういえ、あ、暑いけどエアコンオン。エアコンオンだよ、とっくの昔に。もう、なんなら1ヶ月ぐらい前からエアコンオンです。俺ぐらいになれば。福岡公園の情報を見た。え、福岡公園の情報？何の話？何の福岡公園？なんかあるの？新しい情報。テレジュー TH なんか出たの情報。見てみるね。出演者発表された。あー、なるほど、そういうことか。シンデレラガールズのネクストライブアーカイブデータ差し替え。なんで？アーカイブ映像の不備がありましたので、音声データが生配信真実と異なる。え、ネクストライブもう一回見れんの？見ようかな。ちゃうねん、それじゃないねん。これか。テンスライブツアー福岡公演。関ちゃん、赤リンゴ、千歳ちゃん、フレちゃん、のりこちゃん、小杖ちゃん、あつみちゃん、まゆ、ちえちゃん、こうめちゃん、アリスちゃん、ぼのの、川島さん、はあちゃん、かれんちゃん、あいばちゃん、みりあちゃん、よしの、なぎちゃん、あ、かおるちゃん、ひなこちゃん。なるほど。ここから想定される楽曲は、まあ、贈り物サンデー。あ、かおるソロ、そうか。贈り物サンデー、かおるソロは確定だな。ヴィランズナイト。え、ヴィランズナイトいる？相葉ちゃん？ミリアちゃん？ももか以外いる。ハングリーバンビー。ハングリーバンビーも？そうか、小杖ちゃん、あつみちゃん、アリスちゃん。ハングリーバンビーありそう、カオルちゃんも。ヴィランズナイト、チャマイがいる。へえ、じゃあヴィランズナイト絶対やるじゃん。あ、そうか、フレちゃんもいるしね。ヴィランズナイトは熱いな。血と千代が一緒に出ないんだ。ベルベットローズ初バラバラ。赤リン、千歳ちゃんのソロやるか。千歳なぎ千代が香る師匠ソロはありそう。そうだね。千代、そっか、千代ちゃんも憧れステッチが、憧れステッチだっけ、ひだまりスケッチ。ソロはまああるだろうな。楽しみ。ルル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 ルさあ弾けちゃおう。ジョ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 。弥生の街は、あ、それ違くね。それ違うわ。それはハロウィンコード。違うわ。全然違う曲歌ってました、私。にわかがバレるぞ。ハロハロハロウィン、カムカムパーティートゥーナイ、レンレンレレレンレレレンレンレレンレンレレレンレレレン。ププ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 プブブ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 
ボン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 、お腹が痛い、ボン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 、お腹が痛い、最近なんだかすぐお腹痛くなる、助けてほしいカーニバル、ハロハロハロウィン、うんちがしたい、ルンルンルン、ドゥルルドゥルルドゥルル。ヴィランズナイトってどんな、ヴィランズナイト買おう、俺ヴィランズナイト買ってねえわ、ちょ音楽か曲買うわ、いくつか、あお腹痛い、お腹痛い、ちょっとお腹痛いな、お腹いっぱいだとしたらお腹が痛いも同義じゃないか、これはつまりお腹いっぱいとお腹が痛いは、うんちしよっかな、うんちうんちしようかなと、うんちしてもいいと思うけど、しないっていう方法もあります。どちらが今好き？気づいたけど、愛知公演とメンバー総入れ替えか。もしかして4公やけ？いかりゃく。いや、多分シンデレラはそうじゃない？シックスとかセブンスも全部そうだったしな。もう、基本的に。基本的には 6TH も 7TH も何人か被ってたはず、あ、何人かは被ってるか、なるほど、え、何人かは被ってることあるんじゃない、ただまあ今回今んとこがちょっとあれしてるだけで、奇跡的に被ってないだけで、何人かは被るんじゃないのかな、わかんないけど、今奇跡的に奇跡が起きてるだけじゃない、頭悪いな、日本語が奇跡的に奇跡が起きてるだけ、奇跡的に奇跡が起きてるっていう日本語って変かな、まだ出演決まってない人が52人もいるという事実、え、声ありでってこと、ワンちゃん沖縄で竹たちある、沖縄竹たち？沖縄竹たちはやばくない？薄い色。声ありで。声ありでね。まあ声ありでもね、出れない人もね、いっぱいいるからね、いかんせん。沖縄で竹たちはすごいな。何がどうすごいかわかんないけど。沖縄で竹たち行動、でも竹たちしっかりフィフスは出てるからな、フォースはあれだったけど、しっかりフィフスは出てんだよな、竹たち特段出にくいってわけではないと思う、まあフィフスしか出てないけど、マジで竹たちがフィフス出てんのは俺結構すごいと思う、感動して感動した、ありがとう竹たち、僕らの竹たち、僕らの竹たち、竹たち、竹たたけたち、竹たけたけたち、竹たけたち、ファニージンジンディリリン、ディリリン、ディンディン、ふんふん、うーん、 5TH タケたちといい、ダチャーンといい、すごいなね、 5TH すごいんよな、あ、そういうこと、ん、
愛知にあかねちゃん来たるのもまあまあすごい。でもあかねちゃんの声優さんは結構昔の方出てなかったっけ？そうでもなかったっけ？なんだっけ？名前忘れちゃった声優さんの。1ST しか出てない。え？ファーストしか出てないの？そうなんだ。そんな出てないんだ、ライブ。すご。じゃあ、すごいわ。何年ぶりに？1ST と 6TH。あ、シックスもいたっけ？覚えてねえ。シックスのイメージか。ライブ出てた気がしたのは。これ、口の位置変かな？変えるか？ティ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 
くてへいへい。うかりはまた。なんとか。6TH 出てたっけ。ほいほい。チュ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 。トゥルトゥ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 ルル。ほいほい。ほいほい。おてんばなのも。とりえ。ほいほい。ほいほい。トゥルルルルルルル。今からライブ同時視聴するか。じゃあ。見たくなってきたし、久しぶりに6。ごめん、5TH だったわ。あ、フィフスだった。じゃ、フィフス見るか。6かフィフスか。これほぼ肌の色じゃない？もうちょい薄くしたい。目の影は最後でいいか。あ、これ塗ってる？あ、あ、塗ってるわ。あ、気づかないだけで塗ってました。私。びっくりー。色弱出てますねー。よいしょー。ささてててててビランズナイトクシーエチェペテデドレスコお尻がかゆいどうしよう。ケツがかゆいよ。
助けてほしいでございます。お尻がかゆいから。バコライス、お腹すいた私のことも考えてタイトルつけてください。じゃあ飯を食ってから見りゃいいじゃねえかよ。はけんじゃん、バカが。口が悪いこの人、怖い。怖い怖い。口が悪い人嫌い。嫌われる女の子に嫌われたくない。マジ眠だな。いくら寝ても寝足りねえな、本当に。どうしたらいいんでしょうか。助けてください。エネドリを飲まないって決めてっからよ。お口がお下品な殿方はあまりお好きではありませんわ。美少女がそう言ってんだったらそうなんだろうな。美少女じゃねえや、なんだっけ。え、なんでこれこんな書けないの。すいません、色がおかしかったです。お嬢様がそう言ってんだったら、やっぱ俺一番モテたいって何にモテたいかって言ったらお嬢様だからね。一番モテたい女の子は誰ですか、そう聞かれた時に俺はお嬢様と答えてることにしてるから、答えることにしてるから。だってそうでしょ、お嬢様が一番いいからね、この世で。何言ってんだこの人。この世で一番いいのはお嬢様や。世間知らず系お嬢様が一番可愛いからね。ことにしてるにくさ。一番可愛い世間知らずお嬢様が、これ何ですの？キラキラした目で言ってほしい。駄菓子屋というのは何です？何でも楽しんでくれそう。俺もあの軽音のりっちゃんと麦ちゃん会みたいな感じで一緒にあれに行きたい、駄菓子屋に行きたい、教えてあげたい駄菓子屋の楽しみ方を。何なんですのこれ。
なぜかといえば、絶対に可愛いから。みんなもそう思わないか。俺は思うぞよ。ことかちゃん、楽しみだわ、本当に。夢にまで見た。ことかちゃんのボイス。届かない、届かない、この想いを。本当に大切なこと何かな。じゃが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 、ボコ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 、じゃが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 、ボンボンボン。ボイスって、そっちのボイスかーい。ね、みんなもきっとそう思ったはず。読み切れない雑誌のページ。だけ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 だ
でけ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 。テーブルの向こうの君に語りかけているのに、君は表情を一つ変えてはくれない。こんなに近くに僕がいるのに、届かない、届かない、この想いを。あ、これ遊戯王のオープニングのボイスね。気づいてない方もいらっしゃると思いますので説明しておきますと、遊戯王のオープニングのボイスという曲であります。歌い方が腹立つ。だってそういう、それは俺じゃないよ。元の、それは元の俺を侮辱するのはいいけど、ボイスを歌ってる人を侮辱してるのと一緒だからね。それね、再現率 100% だよ俺ボイスの。言っとくけど、今の知ってる人が聞いたらもうなんだこいつ、なんでこんなにボイスを歌わなくないんだ。ああガタ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 、膝から崩れ落ちるぐらい似てるから。それに関してはもう本当にあれよ、ことかの声真似して、ことかの声真似、ことかですわ、三四時ことかですわ、うん、高いところが苦手ですわ、うん、でも頑張りますの、絶対殺されるわマジで。人が死ぬぞ、人は死ぬぞ、ルフィに言われちまう。うんは何なんだよ。三四時ことかですわ。カオルちゃんの髪の毛の影ってとっても難しいと思う。ことかちゃんもそう思う。思いますわ。
どう書いていいかわかんないもん。テーブルの上の君に語りかけているのに、君は表情一つ変えてはくれない。こんなに近くに僕がいるのに。よーし。まあこんな感じでしょう。さあそして、そしてだ、影を置いていきたいという気持ちでやっていきましょう。あれ、俺のメモ、メモがない、メモが。まあいっか、なんとかしましょう。もうちょっと、おー、これぐらい。じゅん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 、スーパーサイヤカオルちゃん。ジョーさん、ジョーさんと暗くなっちゃうから嫌なんだよな。夜のカオルちゃん、ハングリーバンビーナ、カオルちゃん、カオル、カオルちゃん。なんか怒ってない？怒ってるよ、カオルちゃんだもん。だってそれ怒るでしょ。
先生、生きて帰れると思わないでね。大道のコラボ自販機が見つかんねえから怒ってんだよ、カオルちゃんも。怖い怖い。どこにもありまーせん。大道の自販機がどこにもありません。ということで怒ってます。俺なんか近くのなんかさ、まあ、そこでコラボやってるか分かんなかったけど、近くになんか大道の自販機があったんだけど、そこはなんか建物内に、施設内にあって、施設内の入り口に大道の自販機が置いてあって、うわぁ、なんか別にあの、入り口のところに置いてあるから、多分入っても買いに行けるんだけど、めっちゃ気まずくない？入り口が。なので、変えないと。私は一向に変えません。買えません。自販機検索で立ち入れないと、この表示配慮してほしいよね。何、自販機検索なんかできんの？大道の。すごくね。マジヤバくね。カオルちゃんってね、デコッパチキャラじゃないからね、おでこは光らしちゃいけないんですよ、実は。ガイドかは忘れたけど、なんかのコラボの時対象自販機スマホ見、イカ略。じゃあ、あんのかな？うちが知らないだけで。
怒ってるカオルちゃん。そうだよ。怒ってるカオルちゃんでーす。怒りに打ち震えている。闇の力に目覚めたカオルちゃん。本で撲殺しそうな勢い。するよ、この後。実を言うと、やらかした。下手こいた。スタミナ級のエルちゃん売却してた。え、最悪じゃんそれは。やば。また一緒に俺と作り直すか。でもスタミナ9ってことは一人スタミナ3がいるってことでしょ。それだけでいいわ。ずるいわ。まず俺スタミナ9を作るためにまず最初にスタミナ3が必要だもん。まず最初にスタミナ3を作って、そこからさらにスタミナ9を作んなきゃいけないわけだからな。スタミナ9作るまでどんだけ遠い道のりなんだっていう話だ。ドレスコーン。それでだ。何が必要あとは。ハイライトか、髪の毛の。どうでもいいけど、今回のデレステの曲良くない？ハングリーバンビー？めっちゃかっこいいと思う。カオルちゃんのハイライトってね、結構むずい。どこに入れていいかわかんないんだよね、いつも思うけど。めっちゃいいから書いてるんすわ。で、あと6分じゃ終わったわ。さよなら私の金トロフィー。ホルちゃんのハイライトって難しい。本当にコン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 
コンコン。あれ、もしかしてあなたはリンゼさん。リンゼさん。ちなみに今のは誰でもないからね。勘違いしないように。これが誰かに似ていたとしても、他人の空似です。誰でもないんかい。嘘っぱちです。ですので責任を負いかねます。もし今のが誰かに似てると思って、これは冒涜だとか言う人が現れたとしても、僕は誰かをやったわけではないので、逆にそれが似てると思ってしまったあなたの方が罪なんじゃないでしょうかね。気をつけましょう。皆さんもネットリテラシー、ネチケットを あれ？色違くね？なんで色違うの？こうスポイトしたのに、なんで色が違うんですか？どういう理屈？うん？こういうことか。あれ、俺ヴィランズナイトって買ったっけ？音楽聴いてもいい？ダメって言ってもかけるんでしょ。いや、ダメって言われたら書けません。さすがに。だってダメなんだもん。ダメみたいなので書けません。いいよ。ダメです。ダメって言われちゃった。おもうパソコンなんか超重い。何これ。ああ、壊れた。壊れた。パソコンが壊れた。なんだこのガクガクは。なんだ、何があった、俺のパソコンに。タスクマネージャー、降臨せよ。別に何も重くなかった。
てん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 。今日は別にかけても気にしないよ。トーマスかと思った。トーマスだよ。え、完成しそうだな。パーシーとなんとかのお話。パーシーはトーマスにお願いをしました。するとトーマスは怒り血切れ闇の彼方へとパーシーを転送させてしまいました。てん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 。でも背景があるからね、何より。てげてげてーて。じゃあなんか聞くか。てかさ、携帯で買ったさ、 iTunes で買った曲ってパソコンに来ないの？俺基本的に外で曲買っ聞きてえなって思って曲買ってるから、あい、パソコンには入ってないのかなこれ。なんで？ダウンロード済み。どうやったらいいのこれ。同じ赤ならでシリップルできるぞ。同じ赤なんだけど勝手に入ってないのかな。わざわざ調べなきゃいけないのかな。購入済み曲みたいな。あ、入ってた。ブン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 チョベジ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 パンジャー。えい、タコさん裏返った声好きだよね。え、そう。俺が好きなのはどんな時だって可愛い女の子だよ。Every time it makes me smile. 起きないように、覚めないように。
ジュジュチュクチュッチュジュチュクチュッチュ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 チャペナウ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 、絶対普段だったら聴かないけどな、こういう曲。アイマスだから聴いてる。だからほんとどの口が何を言うかだよな。アイマスだから聴いてる。アイマスじゃなかったら聴いてない。いや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 い、雑に背景描くか。 EDM 系触れなさそう。まあ、全部触れないよね正直。てか音楽そんな普段聴かないしな。アイマスだから聴くっていうのが多いわ。パンペンパイペイパペッペパチャパッソン、チョンチャンパラプストンパンケイチョタパトゥピーライベイチチチチチチボストン、ウォーウォーウォー。恋とのソロ買った？買ったよ。ルナはチームルーナはだけ買った。まだ他2つは買ってない。もっともっと、そういやこれもエフェクター全開曲だったな。テクノルチェイパーチョベラスティンバッパーおーおーおおチョベラスティンバッパーバラボピョピーバー、
へえ、いや、くしゃみが出るぞい。バン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 。これぐらいかな。チョバチョチブル、チョバチョ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 ン。ジジイボーン。イエーイ。ニャー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 。これもやん、最近多いな。14平米にスーベニア神曲では控えめに言って、あ、同じレイヤーに書いちゃった。もうもういいや。なんだか気になる視線が無事と君だったんですね。これは運命でしょうね。寝言葉は散りめかった。ギュー。この曲聴くと15平米にならないのが少し残念に感じる。どういうこと？14平米が年齢ってこと？サザエさん時空だから。なるほど。これ年齢もかかってんの？
知らなかった。なんで俺は同じレイヤーに変えちゃったんだ。多分14平米にスーベニアで自分の今までの思い出だと思ってる。なるほど。14平米にすべにあウィトちゃんのソロ聞く？かわいいよ。泣ける。泣き曲。マジ泣き曲。ホイトちゃんがどれだけみんなと一緒にいたいかっていうのが詰まってるいい曲だと思うわ。日常系アニメの曲にある。なんだよ。でも小糸ちゃんの心情が詰まっていてとってもいい曲なんです。チーズカレー牛丼を食べたのですか。お疲れ様でした。どうもこんにちは。チーズカレー牛丼を食べました。よろしくお願いします。泣いちゃうこの曲と俺は。おじさんは小糸ちゃんの小糸ちゃんがどういう心境でいるかとか考えるだけで、ああ小糸ちゃん、ああああああ小糸ちゃんってなりますよね。
なるんですよ。声で誰かわからん。ジュリちゃん。3年。まみみです。ああ。かっけんだよ、この曲。超好み。トゥ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 ポンチョンパラケンパリリタイ。かっけー、この曲超かっけーんだよ。あーくそ、壊れてる。かっけえ、ここプル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 。モン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 
もわもわもわ。違うの？これぐらいか？もっと下だな。これぐらいか？これぐらいの気がしてきた。となってくるとここがもうちょっとずれるということでしょうか。そういうことなんじゃないでしょうか。ポン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 。この曲はどなた？天花ちゃん。天花ちゃんです。天花ちゃんです。うん。うん。ドゥル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 。ドゥルドゥル。天花ちゃんこになったんだ。ドゥルドゥル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 。ドゥル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 ソロ曲新たな一面見れていいな。そうなんだよね。しっかり背景描いてんじゃん。描くでしょ、背景ぐらい。しっかり描く。雑雑った。これカーテンついてる？わからん。
これはどなた？これは三つ峰ゆいか。もはや当てようとすることを諦めた。マジか、そうきたか。パラッパラッ。よっしゃー、こんなもんでしょ。ピアノとベースかっけ。ボン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 。ボボ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 ボギターかけ。ボボボボン、ボン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 。ボボボンボボンボンボン。ピッ。悪くないベースラインの鼻歌だなとか思ってたらメロディ侵食し、イカ略。
ボン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 。トゥ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 。うわあ！うわあ！外が明るすぎるよ、カオルちゃん。カオルちゃん。
なんかブブブブブブってなってんな。なんでこんなブブブブってなんの。チュン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 。シャニソロはほとんど持ってるの？いや、全然。むしろほとんど持ってない。チームルナっていう、まあデレステとかでいうとこのクールの音源しか持ってないです。欲しい他のも。お金がないので買ってないです。もうちょい体の影の向き違うかな。ミリスタで言うところのブルームーンハーモニー見た。イカ略。そういうことだね。そういうことか分かんないけど、まあ大体そんな感じ。まさにそんな感じやね。まさにそんな感じやん。やん。やんごとなき。お子様といっても過言ではない。
もうちょいトリミングしよっかな。なんかねキラキラが待ってるから俺も回せようかな。キラキラなんかねキラミラかキラキラが待ってるの。あーそういうのじゃない、もっと自然なキラキラはないのこれ。あはははあはは、急にポップでキッチュー、キモ。やっぱ背景ある方がいいな。集合体恐怖症は俺にはの俺にはキモすぎて無理だ。なんかいいキラキラない？なんでこんな分かりやすい。あ、ほわ。これ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 。これの感覚を。チンダル現象。チンダル現象だよね。チンダル現象がなんだか分かんないけど、まあ、チンダル現象だわ。ほぼ。見づら、見えな。コロイドとかナッツ。シンダル現象です。チンダル現象が起きてます。チンダル現象かなんだかわかんないけど。チンチンがだるい現象のことかな？もしかしたら。多分そうだよね。ちょっとチンチンだるいな。あ、それもしかしてチンダル現象じゃない？はあ？光が空気中の水や塵に当たって光の柱が見える。あれ、へえ。え、じゃあもしかしたらこれってチンダル現象が起きてるってこと？俺が描いてる絵は今チンダル現象っていうのは分散系に光を通した時に光が主にミー散乱によって散乱され、光の通路がその斜めや横からでも光って見える現象を言うんや。へえ。チンチンがだるいわけじゃないんだ、じゃあチンダル現象って。なんか今日チンダル現象だな。なんでだろうな。唐突に始まる物理の修行。なんか今日チンダルじゃない？記憶から引っ張ってきただけやから曖昧やけどな。すご、そんな記憶から引っ張ってきて曖昧なとは思えないほどの説明口調。すなわちこの部屋は埃っぽいってことですね。なるほどね。つまりこの部屋は血んだってるってことね。つまりここ眉毛の角度が気になり、私気になります。あ、エルタソだ。エルタソ、エルタソレイヤーどれ、これか眉毛の。森のイメージ代わりと一般的な気はする。森のイメージが一般的な気がする。チンダルの最初こういう表情だったんだけど、なんか元のイラストがキリッとしてんだよね。だからちょっとこう
キリッとしていただこうかなということで、チンダル現象の中、ちょっとだけキリッとするカオルちゃん、この部屋チンダってるって思ってるだろうな。このカオルちゃんはきっととってもチンダってます。チンダってまー、この部屋チンダってまー。眉毛の位置が気に食わん。いい位置ないか、カオルちゃん。ほんのりチーク欲しくない？わかるー。ほんのりチーク、肌白。言ってカオルちゃんもアイドルだからね、かわいい。どう？チンダってる？これで完成。大体完成。チンダル現象、カオルちゃん。ちょっとチンダル多いかな。ちょっとチンダル多い気がする。半分ぐらいチンダル消してあげて、どうですか皆さん、チンダルカオルちゃん。チンダル減らしすぎたか。最近ほんとうまくなってる。ま？こんな感じですかね。おい。で、トリミング、トリミング。君と僕のトリミング。ここ1、2ヶ月ぐらいで、一気に光の使い方が上手くなった気がする。だしょ。迫力を出すためにはトリミングなんですよ。いらねえ部分を切り取るんです。切り取るんです。アサリナナミちゃんだ。イベント終了近いですか。ウマ娘イベサポ監督終わりまし。イカ力。終わったよ。任せろや。うちに。400いいねはいくね。
表示レイヤーを結合、表示レイヤーのコピーを結合。400いいねじゃ足りねえや。俺はもっとその上先へ行く。じゃあな、みんな。欲張りだからね、俺はね。表示レイヤーのコピーを結合。400もいったらありがたい話ですけどね。むしろ。線いきそう。スカートの光の感じ良い感じなのに取りるのか。取りるよ。全然。容赦ないよ。俺の取りは。顔に光が当たってないせいで。あれだな。本の主張がすごい激しい気がするな。パッと見たときに本がでかい本でかいな。カオルちゃん、君が持ってる本はあまりにもでかいぞ。もっと顔にフォーカスが行くようにしたいけど。難しいな。でかいから重そうにしてる。説得力があるんだろ。そういうことか。腕伸ばしきってるから肩外れそうに見えなくもない。肩外れるよ、この後。だって。じゃあ納得。うん。もう遅い。なんなら。よし、これでいいや。できた。あ、これもおしゃれなサインに変えしようかな。ほら、どう？ぽくない？めっちゃおしゃれじゃない？なんかこないだ、アベンジャーズの、エンドゲームを見て、ちゃんと板 S 筆記体で書け。で、にも、なんだっけ、その、エンドロールで、その、主要メンバーのサインがバーンって出んの。その、役者さんの。その時、みんなもうなんか最後、途中までちゃんと書いてんだけど、最後なんか、ニョロ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 みたいな。それでは読まないだろ、みたいな。だから俺もバレねえんじゃないかな、これで。ウロボロス探しって書いてあるんだけど。これ再現できるかって言ったら。だいたいこんな感じ。ウロボロス、ね？ウロボロス高橋。いいじゃん。ウロボロス高橋。
違うな、下から行くのか。ウロボロス、高橋。やめとこう。ほら。これ俺のサイン。どう？ウロボロス、高橋。もし今後サインを2000枚書くことも考えたときに。後で同じサイン書けないだろ。2000枚。川口ぐらいの年齢なら、筆記からだ習った。いや、俺筆記体習ってない。2000枚書くときも考えて、やっぱり。できる限りサインは簡単がいい。これ、ウロボロス、高橋って読めるし、みんな。ユーロボロス高橋と。ウロボロス。ウロボロス高橋。このあたりがこう。こういう感じかな。ウロボロス。それっぽくない？だいたいサイン再現できる。書き足すな。別にいいじゃん。最後、それで完成だから。なんかかっこいいサインがいいよな、やっぱりな。でもな、かっこいいサインがいい。まあいいか、完成です。できた。お疲れ、お疲れ様、お疲れ、お疲れ、ありがとう、ありがとう、お疲れ、お疲れ。ということで書けました。ハングリーバンビーカオルちゃん、最後にまあいいかで投げやりになるな。最後の最後で投げやりになります。どう、変、変じゃない、変じゃないよね。だって重いもの持つとき肩上がんないもんね。肩降りるよね。重かったら腕伸びきって肩降りるよね。うん、余裕だったらあれだけど、うん、重い本ってことにしとくか。よし、できました。これが俺のハングリーバンビーじゃ。じゃあということで、みんなでハングリーバンビーの MV でも見よっか。せっかくだし。え、上手ですね。ありがとう。テロリン、テロルン。ちょうど見ようと思ってた。デレデレデー。敵はいい。あとは話題性だけ。デレデレ。まあ今日ハングリーバンビーの MV、 あのあれら最終日だから、イベント。イベント最終日で終わったはずだから、お疲れ様でした。ハングリーバンビーお疲れ様でした。イラストとしてこの絵の説得力を上げるために、あのコミュ見たけど全然関係なかったから、まあいいでしょう。つた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 、てん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 、面倒だからって文章をハングリーバムビにするに早いかやく。え、じゃあどうしたらいいの、そんなの無理じゃん。ハングリーバンビー以外になくない。うん、フングリーバンビー画質よ。このドレスコードの色かわいいな。自分ので見るよ。え、俺のだよこれ。これ俺の。めちゃめちゃ画質いいんだけど、ニコニコ動画でこんな画質いい動画上げられたっけ。画質いいな。ねえ、俺の iPad で見るより画質いいんじゃねえか。1080p はいける。すべて糧に一粒くらい残さず食らい尽くせにする。カオルちゃん食べ頃かい。キモ。
そういうタイトルであげようかな。あれ衣装変わってる、すごい凝ってんな。カオルちゃん食べ頃かい、にちゃん。あ、これパッションキュートクールで分かれてんだ。かっけえハングリーバンビー。そういや昨日のドレラジでナッピーたちがこの曲の話してたけど2番イカ略。マジで2番すごいんだって。いやーめっちゃかっこいいわ。もう一回見よう。あ、やべえ、目に反射光入れてね。入れよう。気づいてよかった。ここいつもコナンの CM 明けに見える。かわいいカオルちゃん。その反応なんなん。え、違う違う違う、今のはコナンの CM 明けの、ま、音の真似で。うん、扉が迫ってくるとこの音。すべて勝てとかいう語彙あるの、カオルちゃん。ここの小杖死ぬほど好き。なんで今何でもっての時と同じなんだよ。今何でもって言った。だからあれじゃない、あの陰夢中はコナンの CM 明けなんじゃない、大体。そこはアイキャッチの音なんだよ多分。で今何でもってからスタートしてるだけだから。小杖ちゃん眉毛黒かわいい。俺も生きづらいよカオルちゃんっていうあれであげる。おじさんは隠せ。なんかおじさん出すなって言ったりさ、みんな厳しいよね。あそこのもうツイッターの一言がいつも困ってる俺は。デレレステンデレレン。オーイエーイ、目に反射光を入れてなかった。オーイエーイ、奪い取れ。いやーやばい、バイラスが。アイドルマスター龍崎薫。でも同じ色だな。どうしようかな。Oh yeah, タイタニーでダダダダダダダンダンデン置き去りにしよう。Oh yeah, デデ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 ついでにウマ娘タグでもつけておこう。そうだね、東海帝王。うん、完成です。できまい、できた、できた。
じゃあアップロードするね。でこのままあれよ、なんだっけ、あれも書かなきゃいけないんだよ。なんだっけ、桃子のセイントミリオン女学院の桃子とめぐみも書かなきゃいけないんだよ。どうする？終わりじゃん。無限イラスト地獄。これが同人ゴロの慣れの果てだ。ドドドドーン。自治的に絵を描いていかなきゃいけない。周年桃子も描け。周年桃子と、でも周年島文も描いたいんで俺まだ。周年島文。大胆に。つどづかさだんだん、大敗です。置き去りにしよう。おいえいえいえい。おいえいえい。てててててん。どこだ？ハングリーバンビー。あった。ハングリーバンビーじゃダメかな？もう俺そのつもりでいたんだけど。ハングリーバンビーカオルちゃん。てん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 。もうそれぐらいしか思いつかないよ。どうしたらいいの？俺は。タイトル。タイトルはどうしたらいいんですか？ハングリーバンビカオルちゃんのセリフ考えてツイートに入れる。頭でかいかな、今さらだけど。まあいいか、カオルちゃんのセリフ考えてツイートに入れる。無理だよ。おいえーえー、えー、えー、まあ、カオルちゃんロリだし頭でかくていいか。ハングリーバンビーカオルでいいか。もう無理だから、俺は思いつかないから。ハングリーバンビー、一番それが感情乗ってそうでよくない？で、シャープ龍崎薫と、大胆にでもしたたかに、バイバイです。置き去りにしよう。おいえい。ハングリーバンビーのスペルが合ってるかどうかチェック。合ってます。ツイートします。はい。ツイートしまんた。俺すげえ絵描いてない？3日に1回ぐらい絵描いてるよ。5月末ぐらいから。すごくない？あー、やりたいことがいっぱいあるからな。でもどうしよう。絵を描くか。3D プリンターもいじりたいんだよな、久しぶりに。
どうしたらいいと思う？目のサイズが安定しない。細かいけど、最初の H 大文字じゃない。え、嘘。もう終わりだ。ほんとだ。終わりだ、もう。いいねもリツイートもしてくれちゃってるから。いいや。にわかがバレた。許してくれ。にわかがバレ、にわかがバレる。おーいえいえい。疲れた。言うて2時間半。結構このカオルジュにも時間かかっちゃったな。ついでにレレミリやっとけ。ついでー、もうイベント終わっちゃったから、やったところでですよね。ちょっと休憩挟むか。そしたら休憩挟んでまた夜にでもソシャだったり。無料やってるけど。無料は大丈夫。カオルちゃんの左肩に隠しゴリラいない？隠しゴリラいるよ。左肩に隠しゴリラ、ゴリラに見える。どっか馬娘やれ。馬娘めっちゃやってる。勢いでシワ書いたからな。合ってるかもわからん。よいしょ。とりあえず疲れましたので一旦休憩とさせていただきましょう。んじゃまた 1,2 時間後に会いましょう。お疲れ様でした。疲れた。ありがとう、付き合ってくれて楽しかったです。バイバイ。